というわけで全国の XPS 信者の皆様お待たせしました、高山です。今回はデルの新作ノート XPS13-9305 の自腹レビューとなります。XPS はね、僕も触るのが3代目になるんですけども、今回のモデルは7390とか9380とかのマイナーアップグレード版、つまり見た目は同じなんですが中身が最新パーツに変わっています。で、今回僕が購入したモデルのスペックはこちらになります。はい、CPU は最新の Core i5 に変わっていて、合わせてメモリクロックなども引き上げられています。この辺の構成はカスタムで幅広く変更できるので、僕のね買ったパターンはあくまで一例です。まあ言ってしまえば一番安い構成ですね。それでは早速外観のレビューからいきましょう。 XPS の最も魅力的なポイントはズバリ見た目です。このめちゃくちゃ薄い本体とめちゃくちゃ薄いベゼルが最高にかっこいいです。最近はね、他社のモデルもどんどん薄くなってきて、 XPS の影が少し薄くなってきているんですけども、この元祖最薄とも言える XPS が僕は一番好きです。もちろん他のパーツや性能のバランスがいいっていうのも僕が推すポイントなんですが、やっぱりね、今回のレビューではまず外観を見てほしいです。厚みは 16mm、 前の方なら 12mm ぐらいしかありません。本体サイズも横約 30cm、 縦約 20cm と 13.3 インチのノート PC としては最小クラスの大きさです。重さは 1146g で、最近の超軽量モデルよりはちょっと重いですが十分軽いモデルです。ディスプレイのベゼルは幅が 4mm ほどしかないのでほぼ画面です。この吸い込まれるような画面の大きさは一度味わったら癖になりますよ。ディスプレイ解像度もね、今回はフル HD 非光沢で注文しましたが、 UHD4K 程度の光沢モデルも選べるので、今回撮影している画面よりさらに綺麗にすることも可能です。キーボードはね、今回 US 仕様にしたんですけども、日本語のキーボードももちろん選べます。XPS のいいところはどちらのキーボードでも無料でチェンジできるところです。案外ね、メーカーカスタムでも US 仕様を選べるところは少ないです。これも利点ですよね。キーピッチは横が約 19mm で、縦が約 18mm です。十分広く取れているので打ち心地はいいですね。キーストロークも深すぎず浅すぎず、ちょうど良い感じだと思います。一点気になったことといえば、旧型の9380より少し硬くなったような印象を受けました。これは2年使った影響で9380の方が柔らかくなっている可能性もあるので、まあ、誤差の範囲だとは思うんですけどね。まあ柔らかい方が僕は好きです。トラックパッドは9380と同じ感触で、相変わらず最高に使いやすいです。僕はノート PC 環境でマウスをほぼ使わないので、パッドのレスポンス感度は最重要項目なんですが、 XPS は不満ゼロです。10万円前後のノート PC でもトラックパッドって結構質が悪かったりすることあるんですよ。まあ使わない人も多いんで、コストカットって側面もあるかもしれないですけどね。両サイドのインターフェースはね、相変わらずフルサイズの USB はないです。その代わりタイプ C が3つついていて、サンダーボルト4と USB3.2 に対応しています。これも旧モデルからアップグレードしています。そしてどの端子でも PD 充電パワーデリバリーが可能です。素晴らしい。あとはね、マイクロ SD スロットとヘッドセットのポート、セキュリティケーブルスロットがあるだけです。シンプルで潔い構成ですよね。僕はこの構成だけで十分足りるので特に不満はありません。必要だったら100均でね売っているコネクタを買ったりすれば OK です。あとね、インターフェースというかバッテリーの残量表示メーターがサイドについています。電源をつけなくても5段階表示で残りのバッテリー残量が確認できるので、出かけるときにあれ、バッテリー充電したかなってワンボタンでチェックできます。地味に便利な機能です。これね、結構使ってます。ではここで旧モデルの XPS9380 と見た目を比べてみましょう。はい、まあね、全く同じです。寸分の狂いもないレベルで同じ見た目です。重量はね、旧モデルの方が数グラムだけ重かったりするんですが、まあ全体的に完全に一致と言っていいレベルで同じですね。この9380の形状は次のモデルの7390でも使われたりしたので、かなり人気のあるロングランなデザインということかもしれません。実際ね、いろんなノート PC に浮気しそうになりましたが、結局このデザインが僕一番好きです。でね、唯一違ったのが AC
AC アダプタです。 Q380 は 45W アダプタが付属していたんですが、今回の Q305 では 65W のアダプタが付属していました。11世代になったことで最高消費電力量が上がっているみたいですね。電力消費に関しては後ほど検証します。では外装面のレビューは一旦終わりにして性能の検証に移ります。今回はね、2019年モデルの Q380 と性能を比較します。ちなみに Q380 の性能はこんな感じです。はい、比較の表をね作ってみました。メモリが 8GB デュアルであることや Core i5 ストレージ容量なども同じです。純粋にね、世代が上がったことによる性能向上の比較ができるかなと思います。それでは早速パスマークパフォーマンステストを回してみましょう。結果はね、こんな感じになりました。パッと見た感じではかなりスコア高いですよね。ちなみに Q380 と比較するとこんな感じになります。 Q380 もね十分速いんですが、今回の Q305 はさらに全てのスコアがパワーアップしていますよね。特にね、 3D グラフィックスのスコアが3倍ぐらいになってるんですよね。つまり GPU 性能が大幅に強化されています。CPU のスコアはだいたい Ryzen5 4500U よりちょっと上かなぐらいのスコアになると思います。 4700U よりは低いです。あとね、 SSD の速度もかなり速くなっています。これは今からクリスタルディスクマークで詳細な速度を測っていきます。というわけで続いてクリスタルディスクマークで SSD の速度を詳細に測ってみましょう。結果はこれなんですが、十分早いんですが、この価格帯のノート PC だと若干遅いような気もします。実使用においてあんまり影響はないと思うんですけども、シーケンシャルライトがちょっと遅いですよね。ランダムもちょっと微妙かなという感じです。そして Q380 のデータがこんな感じです。一応 Q305 で全体的な速度アップはしているようです。この SSD の速度は Q380 でも気になったので、後日 Amazon で買ったものに換装しています。今回の Q305 もね、後日分解してより速い SSD に交換するかもしれません。その際はね、続編として動画を上げようと思います。ちなみにマイクロ SD カードの読み込み書き込み速度はこんな感じでした。僕のね、持っている SD カードの限界速度近くまで出ちゃってるので、ノート PC 自体のリードライト速度はもっと速いと思います。かなり快適ですね。では最後にね、ゲームベンチマークを1点、ドラゴンクエスト10を回してみました。こちらになります。はい、Q380 と比較してもかなりスコアが上がっていますよね。2倍ぐらい違います。というのも今回の11世代の GPU 性能はめちゃくちゃいいと言われていて、 Ryzen7 4700U の内蔵 GPU スコアよりもいい結果が出るみたいです。つまりフォートナイトならフル HD 低画質で全然遊べちゃうぐらいのスコアです。 Apex もね、低画質ならなんとか遊べるぐらいです。で、全体のベンチマークを通して発熱やファンの回転、サーマルスロットリングについても同時に検証してみました。まずね、発熱はこの辺、キーボード上部と右上あたりが熱くなります。裏側も同じ位置。表面温度は一番熱いタイミングで約45度でした。特に触れないほど熱いことはありません。またキーボードの部分は35度ぐらいだったので、全然触れる問題ない温度でした。ファンはね、全然回転しないです。今回は超高パフォーマンス設定でベンチマークをゴリゴリに回していたんですが、耳を寄せるとスーッとわずかに音がして、あ、回ってるじゃんと気づくレベルの騒音です。つまり内部の放熱はバッチリです。もちろんね、真夏の炎天下利用やエンコードを長時間やったりする場合はもう少し発熱と騒音があると思います。今回はね、室温23度の環境でテストしていますが、特にサーマルスロットリング等が発生するようなことは1回もありませんでした。このモデルは内部にデュアルファンが搭載されていたりと、排熱もかなり考慮されているので、ガシガシ高負荷で使っても問題はないでしょう。ちなみにね、ベンチマークしている時の消費電力は最高 52W までいきました。最大のパフォーマンスを求めると結構ね、電力を使います。なお、アイドル時は 5W 以下に収まっていたので、普段使いではね、こんなに消費することはないと思います。で、バッテリー持ちについてなんですが、これに関しては Q380 が2年の実使用で劣化していて参考にならないので、 Q305 のみの検証としました。今回は YouTube を Chrome ブラウザで連続再生して放置してみました。なお、明るさは一番低い設定にしてあります。結果はね、こんな感じになりました。
満充電から10時間放置したんですが 27% 残りました。 73% 使ったって感じですね。これだけ再生できれば十分でしょう。 100% 使い切るなら13時間から14時間程度は再生できるはずです。文章を書いたりネットサーフィンしたりっていう実使用でも10時間以上は余裕で使用できると思います。この辺はさすがインテル CPU といったところでしょうか。めちゃめちゃロングライフですね。ちなみにバッテリー関連で一つ追加情報なんですが、 PD 充電、パワーデリバリーは 27W 以上のものに対応しています。それ以下だと警告が出て充電できません。僕の持っている 29W の充電器は使えました。低速充電ですっていう注意書きは出ますけどね。スマホの充電もこれ1本にすれば持ち運びとかをね軽量化できますよね。はい、以上がねベンチマークと各種検証の結果でした。最後にねプリインストールされているメーカー独自のソフトウェアをサクッと紹介します。デフォルトの Windows に入っていないやつですね。こんな感じでした。はい、ついでに僕が個人的に検証した範囲で不要と必要も分けときました。人によっては必要になると思うのでソフトウェアごとの詳細は必ずチェックすることをお勧めしますが、僕が不要と書いたものはアンインストールしても特に不具合は起きませんでした。よかったら購入後のセットアップの参考にしてください。というわけでね、 XPS9305 のレビューだったんですが、僕がこのモデルで最もおすすめしたいポイント3点と逆にちょっと気になったデメリット3点をまとめましたので最後に見てください。これです。1点目のデザインがいいことや薄くて軽くてノマド用途にも向いているということはレビューでねもう散々解説したんで話を省略しますが、性能のバランスがいいっていうのもおすすめしたいポイントなんです。今回のような一番グレードが下のモデルでもメモリは 8GB でデュアルチャンネルだし、ストレージも 256GB の M.2 モデルで速いし、画面も非光沢で長時間利用に最適だし、インテル系の最新 CPU でねバッテリー持ちもかなりいいし、サーマルスロットリングでまともに使えないってこともないし、とにかく普段使いにちょうど良いです。これはね旧モデルも2年間使っている僕だから断言できます。めっちゃ使いやすいです。さらにね性能のバランスの良さに加えて本体がめちゃめちゃ頑丈なんですよ。僕は結構道具の扱いが雑で寝ながらノート PC 触ったりそのまま寝落ちしたりするどうしようもないやつなんですが、こいつはねそういった過酷な利用にも耐えてくれます。実際にねベッドから何回も落下させたりとか、旅行の時にね重い荷物の下敷きになったりとか、いろいろとひどい使い方をしてきましたが、そう簡単に傷がつくこともないし壊れません。今回の9305も見た目と素材が全く同じなので同等の耐久性があるかと思います。長く利用したい方にもねぜひおすすめしたい機種です。そしてデメリットなんですが、まず1点、スピーカーの音がお世辞にもいいとは言えないです。本体自体がペラペラなんでそもそも大きなスピーカーは積めないので仕方ないんですが、迫力はゼロだし音量を上げすぎると音が割れます。これはね9380の時から同じなんで、迫力のある音楽を聴きたい場合は素直にヘッドホンで聴いた方がいいと思います。あとね顔認証機能がありません。ウェブカメラとして使えるカメラ自体は搭載されているんですが、ログインの認証とかにはね使えません。しかし指紋認証はついているので、こちらで対処すれば大きな問題にはならないかと思います。また本体カラーが一色になったことも残念なポイントです。同一形状の9380や7390ではシルバーに加えてアーティスティックホワイトやローズゴールドなどが選択できたんですが、今回の新作9305ではプラチナシルバーのみになっています。これはかなり残念です。僕もね次の新作買うときはホワイトにしようかななんて思っていたのでかなりショックでした。今後ねカラーバリエーションが追加されることを祈りましょう。はい、というわけでメリットとデメリットのまとめでした。 XPS はヨドバシカメラとかでもねベルのコーナーに実機が置いてあるので、ぜひね一度触ってこの頑丈さとデザイン性の良さを体感してみてください。でね触ってみて惚れたら恋に落ちましたっていうコメントもぜひお待ちしております。なおちょっと価格が高めの9310の方は大きさも設計も違う別の XPS となりますので、今回のレビューと混同しないように注意してください。次回はねこの XPS9305 の分解手順や SSD の交換手順、 OS の詳細な引っ越し方法、交換後のベンチマークなどを動画化する予定です。お楽しみに。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。